今回はこのメルセデスベンツ EQE350 プラスを乗りまして、首都高速神奈川5号と7号、いわゆる K7、K5 を走っていこうと思います。長いトンネルにアップダウンというかなり変化の富んだ面白い道路となっております。でかなりコースティングの強い走りをするこの EQE350、 それじゃあ一丁走ってまいりましょうか。レッツゴー。これ一回押さないと出ないんだよな。あぶね。結構けそうだった。でだ、今回のあの K7、K5 はこれを、あ、OKOK、 これスポーツモードでいきます。じゃあ参りますか。今度は主にトンネルで構成された高速道路 K7 と K5 右からの合流があります。で大黒パーキングエリアまでとします。ヒュイーンって音はするな、今度のこのスポーツモードって。この先で本線に合流します。でもモーター加速は強いんだよな。モーター加速は強いな。エンジン加速よりもなんかすげえよ。ミニ四駆がでかくなったようなもんだからな。でこのコースティング状態全然スピード落ちないもんな。ほんとすげえなと。さすがに坂だとコースティングスピード落ちたか。まあそれはしょうがないな。この先に右からの合流があります。
しました。370円利用しました。強いな。容赦ないスピードの伸びだもんな。これあれだな、容赦のないスピードの伸びだよ。しなくもないけど、でもモーター加速はやっぱあれだよな、すげえなと。さらにスポーツモードだし、本当に容赦なくスピードが伸びる。気がついたらもうなんだ、一瞬の瞬きで100キロを超えるみたいな、そんな感じだもんな。全然ヘでもない坂、ガンガン登る。
左車線に寄れるタイミングかもしれないけど、なかなか。この先に左からの合流があります。いやすげえなこれ、ほんとすげえなこれ。ああ、5900m。てるんですけど、全然なんか坂を登ってる感触がないです。そんくらいにスムーズです。すごいです。この先に左からの合流があります。ダメだ。
イクか、スクーターか。本当はああいう車両はさっさとオーバーテイクしたいんだけど、でもあれだから、もうちょっと大国だから、ちょっとあえてやめとく。あとあれか、あのバイク積んでるトラックの前があれか、初心者マークか。まあしょうがねえ。今日の大黒はいかがなもんですか。はあ、FL5 か。結構混んでますな。この際あれだ、早く止めないとあれだ。
今回もご視聴いただきましてありがとうございます。もし気に入ってくださったのならば、チャンネルのご登録をお願いします。登録ですよ、登録、みんな待ってますよ。